皆さんこんにちは、富士日本語学院のちか先生です。今日は前回のブローカーのお話の続きで、技能実習生が日本で働くときにやってはいけないことを紹介していきます。まずは Facebook などの SNS で携帯電話や服を買ったりして先にお金を払っても本当にその携帯電話や服が届くかは分かりません。こういう悪い人もいるので Facebook など SNS での買い物は注意しましょう。それから皆さんが日本のものや母国のものを Facebook などの SNS で紹介して母国の友達や日本に住んでいる人に売ったりすることもしてはいけません。これはアルバイトになってしまいます。技能実習生はアルバイトをしてもいいですか？ダメですか？そうです。ダメですね。気をつけましょう。そして皆さんの在留カードやパスポートを貸したり借りたりしてはいけません。そして売ったり買ったりしてもいけません。在留カードやパスポートをコピーして友達などに渡したり、偽物を作るお手伝いもしてはいけません。このように日本のルールを守らなかったら警察でご飯を食べたり寝たりしなければなりません。もしくは高い罰金を払わなければなりません。そしてまた日本へ来ることができなくなってしまうかもしれません。注意しましょう。その他にも使わなくなった携帯電話やキャッシュカードを友達にあげたり、他の人のキャッシュカードからお金を出したり、知らない人の荷物をもらったり、サインしてはいけません。これは泥棒になってしまいます。日本で生活するとき、何か困ったことがあったら組合の人や会社の人に相談したり、技能実習生手帳をよく読んで実習生活を楽しんでください。それではまた次回お会いしましょう。